サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。さあ今週も始まりましたキックオフサンイン、ナビゲーターの岡村翔子です。この番組はガイナーレ鳥取をはじめサンインのサッカーにまつわるさまざまな話題をお届けする地域密着型サッカー応援番組です。真冬でもホットな話題が満載ですよ。米子キャンプ中のガイナーレ鳥取は先月29日 J2 のレノファ山口 FC とトレーニングマッチを行いました。30分ずつの4試合でトータルは2対5。またレノファ山口にはガイナーレのキーパー糸原幸四郎選手が完全移籍しました。 G 魂ファイル、ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナー、ぬくいはやと選手です。ぬくい選手よろしくお願いします。お願いします。あすごい、ありがたい。大阪府出身、水戸ホーリーホックや藤枝舞 FC を経て今シーズン SC 相模原から移籍加入しました。ガイナーレ鳥取というチームどうですか？まあ、今年入った選手は結構若い選手が多いので、まあ、自分よりも上には4人5人ぐらいしか上の年上の選手いないんで、なんか自分もベテランになったなっていうふうには感じてます。年取ったなって最近感じます。まあまあ若いとは思ってるんですけどね、まだ。まだ27歳ですね。はい、周りから見たらなんか結構老けてるんか、なんか怖いんか分かんないんですけど、なんか年上に見られることが多いんですけど。ヒゲ効果じゃないですか？多分そうですね。ヒゲでも、もう20代前半からもずっとこれやったんで。もうずっとその時から。もうずっとこうなんですよ。だからもうどこのチーム行っても、なんか見た目が怖いとか言われたり。年上に見られたりすることが多いですね。はやされたのきっかけみたいなのってあったんですね。なんかやっぱ20代とか前半とか10代後半の頃って、まあ、若いじゃないですか年齢が。なんか年上に見られたら嬉しいみたいなのがその時はあって、はい、でひげ生やしたりしたりしてたら逆にそれがなんか自分の中でしっくりきて、ずっとその感じでいってるって感じですね。その相模原時代とガイナーレでなんか違うこととかってあったりします？相模原でクラブハウス自体がなかったんですよね。で、まあ、練習場もその市が運営しているところを借りてだったりしたので、毎回その練習場が取れなかったり、結構転々としたりもあったんですけど、まあ、練習自体人工芝だったんですよ、ほとんどが。ここのガイナーレ鳥取は、自前のクラブハウスがあって、でしっかり練習前も準備できるし、で練習も天然芝でできるので、そのサッカー選手としてはすごい良くなったなというふうには思います。今回加入した選手の中で野口選手知り合いの方とかっていらっしゃいますか？と藤枝で、金浦選手と三木選手、今までいたチームではプレーしてましたね。ぬくい選手、金浦選手、三木選手は2022年に藤枝舞 FC に所属していたチームメイトなんです。三木選手と金浦選手はどのタイミングで知ったんですか、その鳥取に行くようって？あ、それは2人が来ることは僕知らなかったんで、僕の発表があった時に三木直人の方から僕も行きますっていう風に連絡来て、でその後になんか全く連絡もなく、金浦の加入が発表あって、あいつも大阪出身なんで、まあ、家もそこそこ近いんですけど、何の連絡もなく指導の2日前に遅れました、お願いしますって連絡来たんですよ。指導の2日前にまずはじめに先輩に言うべきじゃないかって軽く叱っときましたけど、はい、そんなぬくい選手、休日は何をしていますか？まあ、ワンちゃん飼ってるんですけど、はい、犬の散歩とかが多いですかね。お名前は？ラウちゃんですね。ラウちゃん、はい。ちなみに写真とかってありますか？はい、携帯に入っている写真を見せてもらいました。ちょうど昨日撮った写真なんですけど、暗
かわいい飼い始めたきっかけは、奥さんも犬が好きで、まあ、自分も犬が好きだったんですけど、しょっちゅう見に行ったりはしてたんですけど、ペットショップに初めて抱っこしたんですよ。ペットショップの店員さんにお願いして、はい、抱っこさせてもらっていいですかって言ったら、はい、抱っこした時にもう、あ、もう飼おうと思っちゃって。あ、何に一番癒されるんですか？やっぱり疲れてる時とかもやっぱり寄ってきてくれて、やっぱ可愛いからありがとうみたいになるし、逆に疲れすぎてたら鬱陶しい時もありますまあそれ含めてなんか可愛らしいなっていうふうに思います。ぬくい選手がプロサッカー選手になっていなかったらなりたかった職業なんですか？プロ雀士ですね。プロ雀士麻雀。そうですね、はい。なんでですか？たまに麻雀やったりするんですけど、はい、とか、あの今アベマで M リーグとか見たりするんですけど、はいはい、やっぱかっこいいじゃないですか。やっぱりいろいろ考えるし、はい、まあ、体を動かすスポーツじゃなくて、そういう頭のスポーツやってる人がなんかちょっとかっこいいなと思って。っていうことは強い方なんですか？なんですか、点数計算とか。いや、点数計算が一番難しい。難しいんですよね、わ、はい、かります。あれがだからいつももうはしょってやってますその程度のレベルってことですね、はい。ではここでぬくい選手が今欲しいものトップ3。ではぬくい選手お願いします。ドンドン。新幹線、はい、と犬のハーネスと犬のリードです。下2つはラウちゃんのもので、はい、分かりますよ、はい。一番上の新幹線っていうのはどういうことなんですか？なんか、まあ、僕地元が大阪なんで、大阪に帰るときになんか新幹線あったらめっちゃ楽やなと思って。この番組に今ね鳥取県の平井知事が見ているかどうかは分かりませんが山陰新幹線お願いします。そうですね、ちょっとこう上にね、はい、上に鳥取と島にグーっていくようなやつ、はい。大阪にでもよく帰るんですか？全然帰んないですよ、はい、そうなんですか？そうなんですよ、全然帰んないですよ俺、はい、いつも家族に言われるんですよ、帰ってこないって。めんどくさいんで帰らないですよ結局はじゃあ山陰新幹線は当分お預けですね。ぬくい選手の素顔情報をファイルしました。ここからは私ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。 GO! 広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りの話、意外な話など選手や試合以外の話題をお伝えしていきます。今日の企画はこちら、2024オーセンティックユニフォーム先行予約は本日締め切り。ガイナーレオフィシャルグッズショップゴックスでは2024オーセンティックユニフォームフィールドプレイヤーファーストのオンライン限定先行予約販売を実施しております。今年のユニフォームのデザインは今シーズンも伝統のクラブカラーは継承しつつ、ジオメトリック柄を採用し4色の色合いを用いてサポーター、ファン、スポンサー、地域の4つの意味合いを表現しました。直線や曲線を使って規則的に描かれた柄ではありますが、ピッチに立つ選手が皆さんのたくさんの思いを背負って戦う気持ちを込めています。サイズは SMLOXO2XO の6種類、着心地と吸水速乾などの機能性の両面を持ち合わせた高機能素材を採用しています。サイズ感は2023シーズン同様となりますが、スリム型のシルエットのため初めてご購入される方はサイズ表をご確認ください。2024オーセンティックユニフォームフィールドプレイヤーファーストは一般価格は 17,600 円、ファンクラブ会員価格は 16,720 円、ナンバー入りは一般価格は 29,000 円、ファンクラブ会員価格は 19,855 円。お受け取り方法やお受け取り日時につきましてはガイナーレ鳥取公式ホームページをご確認ください。予約期間は本日までとなっています。オフィシャルサプライヤーサッカージャンキーの新ユニフォームを着て2024シーズンも共に戦いましょう。以上ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えしました。
ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということで、躍動山陰サッカー。去年の11月23日鳥取市のアクシスバードスタジアムでファミリーサッカーフェスティバルが開催されました。子どもたちにサッカーの楽しさを伝えようと会場に訪れたのは元なでしこジャパンでワールドカップ優勝メンバーの三山彩さんと坂口瑞穂さんです。このイベントは日本サッカー協会とウォルトディズニージャパンがサッカーを通じて健康を育むことやサッカーの楽しさを知ってもらい競技人口の増加につなげるのが目的です。午前と午後に分かれ、サッカー初心者の小学1年生から3年生までの児童と保護者それぞれ60組が参加しました。本気やで、私マジ本気やで。はじめは慣れないサッカーに緊張気味だった子どもたちにも徐々に笑顔が。楽しそうに全力でピッチを駆け回っていました。今日サッカーしてみてどうでしたか？楽しかったです。また したいです。なんか子どもと大人でなんかサッカーの試合みたいなのが楽しかったです。ボールを奪う時とかすごく強かったです。サッカーのどんなところが好きですか？なんかシュートして嬉しいこと、シュートしたらなんかハイタッチできるところが嬉しい。子どもたちと交流した三山さんと坂口さんは、子どもたちにそのサッカーの楽しさを伝えるために意識したこととかありますか？そうですね、やっぱり自分たちが率先して楽しまないと、本気でやるっていうところをこう見せないと子どもたちも楽しくないと思うので、そういうところを意識しました。なんか楽しかったって言って帰ってくれるのが嬉しいなっていつも思います、はい、なんかやりきった感というか表情も晴れやかで、それがなんか一番このイベントのなんか醍醐味というか嬉しいことの一つなので、楽しんで帰っていただけてよかったと思います。日本サッカー協会は今後も未就学児を対象にしたサッカーフェスティバルなどを行い、サッカーの魅力を伝えていくとしています。去年の12月9日と10日の2日間米子市のドラドラパーク球技場で第9回鳥取県中学校サッカー新人大会が行われました。この大会は鳥取県内の中学生の交流を図りながらサッカーができる機会を与え、技術向上とフェアプレー精神を学んでもらうことを目的としています。参加した8チームがトーナメント形式で戦い優勝を目指しました。ルールは前後半30分ずつの計60分、これで決着がつかなければ延長戦と PK 戦があります。決勝に進んだのは青のユニフォーム弓ヶ浜中学校と白のユニフォーム鳥取東中学校。試合は前半1対1の同点、両者譲らず折り返します。そして後半、鳥取東がゴールを決め勝ち越しに成功します。さらに鳥取東はロングシュートなどで弓ヶ浜ゴールを脅かします。
ここで試合終了。1対2で鳥取東が勝利を収め、この大会4連覇を達成しました。続いてはフットサルの話題です。去年の10月29日 JFA 第29回全日本フットサル選手権大会島根県大会が開催されました。決勝戦はポルセイド浜田サテライトと氷川 FC リオガルシア出雲との対戦。ポルセイド浜田サテライトは島根県リーグ所属、対するリオガルシア出雲は中国リーグ所属です。試合は青のユニフォームポルセイドが格上のリオガルシア相手に奮闘します。しかし赤のユニフォームリオガルシアがボールを奪うと、リオガルシアが前半で2得点、0対2で折り返します。後半ポルセイドはゴールキーパーも攻撃に参加するパワープレーを展開。ちなみにフットサルではゴールキーパーのことをゴレイロと言います。両チームともに積極的に攻め込み、終盤は点の取り合いになります。リオガルシアが1点を追加し0対3と突き放します。しかしポルセイドも負けじとゴール。さらにリオガルシアが追加点を奪いますが、ポルセイドもすかさず、2対4と食い下がります。しかしポルセイドの粘りもここまで。リオガルシアがさらに1点を追加し2対5で試合終了。リオガルシアが中国地域大会への出場権を獲得しました。中国大会に向けて一言お願いいたします。はい、ここ最近本当島根県勢中国大会で勝ててないので、まずは最低限1勝ということで、もちろん中国大会優勝して、全国大会に行けるというのは僕らの目標ですので、そこを目指して頑張ります。チームのですね、強みというかストロングポイントみたいなのがあれば。今日2得点した、原翔也選手は、まだ高校生と、まだ若い世代ですし、上はもう30後半と、幅広い世代で楽しく、厳しくやってるチームなので、やっぱそこの、世代に関係なくやっているトータルが、魅力だと思います。中国地域大会は先月13、14日に開催。リオガルシア出雲は山口県の宇部ユナイテッドプラスと対戦。残念ながら初戦敗退となりました。さあここからはサッカーキッズが挑戦するキックターゲット。5点、10点、30点、40点、50点の枠を狙ってシュートしてもらいます。シュートチャンスは3回。合計で何点取れるかな。応援しゆきです。50点頑張るぞ。じゃあしゆき君、1球目は何点狙いますか。10。狙った10点をわずかに外れました。惜しい。2球目は何点狙いますか。5。2球目は宣言通り5点をゲット。3球目は何点狙いますか。10。最後は5点。しゆき君の合計得点は10点でした。初めてやってみてどうでした。楽しかった。続いて兄のなつき君が登場。おい、なつきです。絶対150点取るぞ。ということは
3球とも50点に入れなければいけません。まず1球目、ほぼ狙い通りでしたが右に少しだけ外れました。じゃあ2球目は何点狙いますか？50点狙います。お2球目もほぼ同じ位置。おー惜しい。じゃあ3球目何点狙いますか？50点狙います。初志貫徹の3球目、おー見事50点をゲット。3球ともほぼ50点の枠を捉えていた素晴らしいシュートでした。どうですか、やってみて。ちょっと悔しかったけど嬉しいです。将来の夢は何ですか？プロサッカー選手になることです。これからも夢に向かってサッカー頑張ってね。さあ続いては皆さんからお送りいただいた動画を紹介する投稿動画のコーナーです。今回は島根県の平田フットボールクラブから U12 のチーム紹介動画が届きました。平田フットボールクラブは出雲市で活動しているクラブで、 U12 には100人以上の小学生が所属しているそうです。監督自らナレーションにも挑戦していただきました。平田フットボールクラブ U12 の選手たちですが、みんな元気がよく、試合の時でも緊張することなく普段通りの力を発揮できるチームです。味方の選手がいいプレーをしたり頑張ったら選手たちで盛り上げる声が出せるように練習の時から話しております。どんなチームですか？個人個人が全力で頑張るチームです。チームのストロングポイントは？みんなが協力して助け合うところです。今後の目標は？県大会優勝です。平田 FC ファイト、ありがとうございます。みんな一丸となって頑張ってください。キックオフサインでは皆さんからのサッカー動画を募集しています。試合中の好プレー、珍プレーやリフティングチャレンジ、かわいいちびっこサッカーなどお待ちしています。応募いただいた動画はこの番組内でご紹介します。応募方法など詳しくはキックオフサインのホームページをご覧ください。皆さんからの動画お待ちしています。ここでお知らせです。 2024J リーグ YBC ルヴァンカップが3月6日に開幕。今シーズンは J1 から J3 までの全60クラブが出場し頂点を目指します。ガイナーレ鳥取の初戦は4月24日ホームで J1 の浦和レッズと対戦。ぜひ熱い応援をお願いします。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組キックオフサイン。来週も鳥取、島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。